オリンパスカレッジオンラインショートレッスンです。オリンパスフォトチューターの松本です。高山です。今日は DM5 Mark III で夜景撮影にチャレンジです。はい、ちょっと面白い機能もご紹介します。まず夜景といえば撮ってみたいランキングでも上位に行きますが、ランキングあるんだ。あるある。確かに撮ってみたい方は非常に多いですよね。そうなの。ではまずは写真を見てみましょう。はい、ビル群の夜景と車の軌跡、いいですね。かっこいい。ちなみにこれシャッター速度どれくらいだと思いますか？30分の1くらいかな。4秒。そして手持ち。おお、4秒。やだ、すごい。手持ちでも撮れてしまうんですね。最近は三脚を立てられない場所が非常に増えてきましたからね。ですね。手ブレ補正が強力なので ISO 感度を上げないで長秒時撮影ができる、この点がメリットです。はい、ノイズの少ないクリアな夜景が撮れますね。また12-45mm のやつね、開放 F4 で少し夜景には暗くないと思う方もいるかもしれませんけれども、そもそもスローシャッターで手ブレしないので感度も極端に上げる必要がありません。このレンズは軽くて写りが非常に良いので夜景でも画質を心配せずに持ち歩けるのが嬉しいですね。うん、では夜景を撮るときに簡単なおすすめモードを見ていきましょう。はい、ではシーンの夜景を撮るを見てみましょう。はい、モードダイヤルをシーンにしてください。はい、夜景も何種類かありますね。はい、1番目の夜景、少し遅めのシャッター速度になるのでこれは三脚推奨です。はい、次は夜景&人物、こっちも遅めのシャッター速度ですので三脚推奨。はい、夜景も人物も撮影できるようにフラッシュを使用します。続いて手持ち夜景、こちらは手持ちでいいんですね。連写で複数枚合成します。ブレを軽減してくれるので三脚に置かず手持ちでも綺麗に撮れますよ。光が弱い夜景だと普通に撮影するとブレることがあります。そんな時に試してみたいですね。打ち上げ花火もありますね。マニュアルフォーカスになって露出も少し下がります。低い ISO 感度で夜空もくっきりします。はい、最後は光石撮影。光石撮影というのは車のライトが伸びる写真で見たことありません？これはカメラならではの表現ですよね。しかも簡単シーンモードでできちゃうわけですね。そう、簡単の理由は見ながら撮影できちゃうです。はい、見ながらライブコンポジットという機能が働いてるんですね。それについてはこの後すぐではライブコンポジットをご紹介しましょう。はい、シーンモードの光石撮影とは同じになりますか？そう、基本は同じなんですが、もっと細かい設定ができるようになります。シーンモードはカメラ任せなんです。なるほど。はい、ではまずはモードダイヤルを B にします。はい、B の意味はバルブといって、長い時間シャッターを開ける撮影で使います。カメラで見てみましょう。シャッター速度の表示にバルブと出てきます。さらにダイヤルを回すと、ライブタイム。これがライブコンポジットです。もっと細かい設定ができると言っていましたね。はい、ここで OK ボタンを押すとコンパネが出てきて設定を変えられます。ライブコンポジットの方がより絵作りを楽しめるんですね。そうです。例えばピント合わせをもっと細かくできたり、色を変えたり、表現の幅も広がってきますよ。ライブコンポジットで星を撮るとこうなります。星が降ってますね。見たことあります、こういうの。星の動いた軌跡が撮れるというわけです。しかもだんだん星が線になっていくのがライブで見れます。うんうん、コンポジットは非革命合成だからライブコンポジットです。なんかすごそうですよね。オーロラも撮れますか？撮れますよ、出ればね。出ればね。オーロラの撮影は寒くて雪が降ってることもカメラが防塵防滴なところも安心です。間違いない。今回ご紹介したライブコンポジットをもっと詳しく知りたい方にアラカルト講座をご用意します。9月から開始する予定です。ご応募はホームページまたはこの動画の概要欄にある
おうちで学ぼうオンライン写真講座、こちらのリンクからも応募できます。パソコン、タブレット、スマートフォンからご参加ください。はい、こちらと一緒にカメラ操作をしながら覚えましょう。さて、次回からは便利機能ということで深度合成という機能をご紹介します。はい、おうちでレッツ小物撮影ですね。それではまた次回お会いしましょう。